平野翔が語るカリスマのプレッシャーと憧れ。キャリーパミパミとの対話で明かされる真実。平野翔のリラックス法とはキャリーとの対談で明かされた驚きのプライベート生活。東京 FM から全国38局ネットでお送りしている、キャリーパミパミチャプターゼロ今回のゲストはナンバー A の平野翔さんです。平野さん、よろしくお願いします。平野さんと先週は、 新たな一歩というテーマでお話ししましたが、今週は特にテーマを設けず、自由にお話を伺います。まず、平野さんに質問してもいいですか平野さんは今、様々なことに挑戦されていて、非常に多忙なスケジュールを過ごしていると思いますが、もし一日丸踊り時休みがあったら、どのように過ごされますか平野さんは、一日休みがあれば釣りやバイク、車、 サバゲーなど多くの趣味を楽しむと言います。最近ではバイクに乗ることが多く、季節的にちょうど良い時期になると、朝9時に仲間と集合し、お昼ご飯を食べに行くのが定番だそうです。一番年長の仲間がルートやご飯屋さんを調べてくれるので、みんなでワイワイしながら食事をし、その後スイーツを楽しむこともあります。平野さんたちは甘いものが好きで、誰が買うかは男気じゃんけんで決めるそうです。 そして、バイクで移動して景色の良いところで休み、午後4時か5時には解散するとのこと。バイクの免許を持っている平野さんは、時には1日で300から4 0 0トルも走ることがあるそうで、そのため日焼けもすると言います。キャリーパミパミさんもバイクの免許を持っており、彼の話を興味深く聞いていました。彼女は、平野さんが多くの趣味を持ち、特に男っぽい趣味が多いことに関心しています。 しかし、甘いものが好きなところも可愛らしいと感じています。平野さんは、仲間がいない時でも一人でバイクに乗りに行くことが多いと言います。彼のアクティブなライフスタイルは、非常に男らしく感じられますが、それでもスイーツを楽しむところが、彼のユニークな一面を表しています。次に、キャリー・パミパミュさんからの質問です。彼女は、平野さんが1月29日生まれとして、 プレッシャーを感じることがあるかどうか尋ねます。彼女は自分のビジュアルスタイルやコンセプトが自分発信で見つけられたのかどうかについても興味を持っています。キャリーパミパミさんは高校生の頃に原宿のファッションに魅了され古着を買い始めました。彼女はピエロのようなメイクや服装を楽しみ、それが現在のスタイルにつながっています。18歳でプロデューサーの中田康隆さんと出会い、 自分がやりたかったことをいろんな方の力を借りて実現することになったと言います。キャリーパミパミさんは現在31歳になり、ファッションに対する考え方が落ち着いてきたと言います。しかし、年齢に関係なく自分の好きなファッションを楽しむことは続けているとのこと。彼女は歌番組の生放送の前に髪の毛のトリートメントに行き、シンプルなスタイルを試みたこともあると言いますが、 スタッフの意見でリボンをつけることになり、そのバランスに苦労した経験があります。平野さんも自分のスタイルに挑戦していることがあり、特に髪型に関しては様々な変化を試みていると言います。彼はキャリーパミパミさんの旦那さんが出演していたドラマに出ていた時は、役柄に合わせて髪型を変えたこともあるそうです。彼の金髪のマッシュのイメージは強く、多くの人に覚えられているようです。 キャリーパミパミさんは、平野さんが自由にスタイルを変えることができることに憧れを感じています。彼女も時にはシンプルなファッションに挑戦することがありますが、結局は自分の好きなスタイルに戻ることが多いと言います。彼女はリボンをつけないと決めたこともありますが、最終的にはまたつけることになり、その変化を楽しんでいます。平野さんは今後、もっとカラフルな服装に挑戦してみたいと言います。 彼は一度全身真っピンクの服を着てロケに挑戦したことがありましたが、人々の反応に少し戸惑ったそうです。しかし、キャリーパミパミさんは男性がピンクを着ることをおしゃれだと感じており、薄いピンクの T シャツなどが特に好きだと言います。平野さんは普段、モノトーンの服を好んで着ることが多いですが、それもおしゃれに見えると考えています。平野さんは店員さんに勧められた商品を断れないタイプで、 値札を見ずに購入することが多いと言います。そのため、限定品を勧められるとつい買ってしまうことがあり、その結果としてコレクションが増えることもあります。キャリーパミパミさんは、彼のそのようなエピソードを聞いて微笑んでいます。最後に、キャリーパミパミさんからもう一つ質問があります。平野さんは、普段の感覚が非常にナチュラルで普通であると感じられることが多いですが、それがなぜなのかを尋ねます。 平野さんは自分が特に意識していることはなく、ただ自然体でいることが多いと言います。彼は自分が芸能人であることをあまり意識したくないと感じているそうです。キャリーパミパミさんの旦那さんと食事に行った際も、オープンな場所で過ごすことに全く抵抗がなかったと言います。その感覚が非常にナチュラルであると感じられる理由について、平野さんは特に意識していることはないと言いますが、 その自然体でいることが彼の魅力であることが伝わってきます。ここで一曲、平野さんに選んでいただいた曲をお送りしました。ナンバー A のミニアルバム、ナンバーリングから、愛という曲です。この曲は C&K のキーンさんと一緒に制作したもので、新しい環境になじめない人々に向けて作られた楽曲です。平野さんは、この曲が梅雨の時期にぴったりだと感じており、 その時期に悩んでいる人々に向けたメッセージを込めています。次に、ゲストの背中を押してくれた作品を紹介するコーナーです。平野さんが紹介してくれたのは、今、愛に行きます、という映画です。平野さんはこの映画を小学校低学年の頃に見て以来、ずっと好きな映画だと言います。彼はこの映画が人生の限られた時間をどう過ごすかについて深く考えさせられる作品だと感じています。 梅雨の時期に亡くなった奥さんが戻ってきて、梅雨が終わるとまたいなくなってしまうというストーリーが、彼の人生観に大きな影響を与えました。キャリーパミパミュさんもこの映画に感動し、リスナーにぜひチェックしてほしいと呼びかけます。また、今回は特別に全国の東方シネマズで使えるフリーペイドカードをプレゼントするキャンペーンを実施しており、その応募方法についても詳しく説明しました。最後に、 キャリーパミパミさんとヘイヤさんは、お互いの話を通じてリラックスした雰囲気で番組を進行しました。キャリーパミパミさんの旦那さんもサプライズでスタジオに登場し、和やかな雰囲気を作り上げました。ヒラ。